これは人気声優4人がとある学校で試練を乗り越え、お宝ゲットを目指すドキュメントである。現在3つのキーワードを手に入れた4人、次なるキーワードを求め訪れた場所は、この照明懐かしい、助かった、めっちゃテンション上がってる。バスケしたい、バスケ、めっちゃサッカー用意してあんのに、わざわざバスケしたい。体育館にサッカーゴール、果たしてここでの試練とは。やっほー、みんな元気、何寝てんだよ。ここでの試練はフリーキックバトルだ。4人全員が連続してゴールしたら即クリアだ。簡単だろ。ただし最初の人は超近くから蹴るんだけど、どんどん距離が離れていきます。それじゃあキーパーの方どうぞ。まあキーパー、彼らでしょうね、でしょうね、ですよ。何来てる、すごい。さあこの3人から好きなキーパーを選んでください。どの巨人くんにするか意外と重要かもよ。普通に考えて身長が一番低い方が、うん、ただ近い分には背高い方が下とか止めにくくない？なるほどね、うん、見えにくいですからね、見えにくいし。じゃあ真ん中で中間で、うん、まずちょっと様子見で、様子見で、はい、キーパーは巨人くん2号。そして蹴る順番はご覧の通り、やはり唯一のサッカー経験者ちゃんかじが最後に蹴るようです。さあ政治の PK バトルが始まろうとしております。実況は私タイタンくんが務めさせていただきます。あーこれ最初に蹴るのはチャンユイ、距離はなんと1メートル、めっちゃ近い。これで入らない人いるんでしょうか。怖いんだろうなキーパーも。じゃあ行きますね、ちょっと行け、はい、おうわー、もう一度スローで見てみましょう。チャンユイの右足から繰り出されたシュートは巨人くんをすり抜けゴール左隅へ。悔しがる巨人くん、ちょっとかわいそう。2本目はアルミンです。はい、さあ2人目の距離は3メートル、マリーナ自信はどうでしょうか。大丈夫、布団巻いてないけど今日は。布団、そうなんだよね力出ますか。でもアルミンだからね、できない可能性が高い頑張ってください、そこをなんとか。うん、気持ちでは負けないつもりなんだけどね。よし、気持ちで勝とう、うん、さあそれでは2本目アルミンの挑戦です、どうぞ。惑わしてます、フェイント、激しい。おっと、何だ、止められた。なんガチじゃん、あれキーパーガチすぎるよ、あいつめっちゃいい動きしてた。もう一度見てみましょう。マリーナのシュートも悪くなかったのですが、これは巨人くんがナイスセービングです。もう一度一からやり直し。さあ再びチャンユイからですが、どうする、キーパー、キーパー変えます、どうします、変えてみる、一遍変えてみましょうか、うん、とりあえず真ん中すごい動きがいいっていう、まずはそれ分かりましたね。私は背が大きい方が機敏に動けないんじゃないかなと、うん、なるほど、思ったんですけど、一番背の高い、背の高い巨人くんで、右のキーパーはどんくさそうという理由で巨人くん3号に決定。それでは2回目の挑戦、1人目チャンユイお願いします。おお、意外といい動きをフェイントを入れましたね、はい、はい、またもや左隅にゴール、これはプロのキーパーでも厳しいでしょう。さあ先ほどミスしてしまったマリーナ、また止められちゃうんじゃない。じゃあ行きます、はい、2本目お願いします。やったー、ちょっと
が正面だったけど、うん、球が速かったから、うん、大丈夫でした。さあリプレイです。マリーナのシュートが鋭くゴールに突き刺さった。巨人くんさんを完全にビビってしまいました。悔しがるサンゴにイチゴ2号が励まします。さあ3人目橋の登場です。距離は5メートル、なんか結構遠い気がしますね。どうですか心境の方は。心境の方はすごい緊張しておりますこんなまさか決まるとは。緊張するよ。まあでも4人決めないとね、うん、クリアになりませんから、うん、さあそれでは行ってみましょうか。はい、橋爪さんの挑戦です。どうぞ。おっ、ゴーゴーゴー、イエーイ。橋素晴らしいゴールです。巨人くん3号の足がもうちょっと長かったら止められたかも。キーパーもいい動きしたんですけどね。いい動きでしたね。なんか会議でもあるんでしょうかね。ちょっと俺ダメだな。こっち行ったよこっちつって。あっちこっち側弱いみたいですね。さあ、じゃあ最後我らがエレン、カジ君の挑戦です。さあいよいよ4人目のちゃんカジ、距離は7メートル。いよいよもう普通の PK に近く。そうですね、この距離は。でゴールが小さいですから、うん、はい、確かに。じゃあいきます。ここで外すとまた最初から、絶対に外せないというこのプレッシャーの中、梶裕貴が今渾身のシュートを打つ。じゃあいきます。大丈夫かな壁。壁は大丈夫。なんとキャンカジの渾身のシュートはゴールポストの上。はい、最初からやり直しです。いい球だった、ね、もうちょっと大きかったら枠いってればね。ごめんなさい、うん、いや大丈夫。1からもう一回行きましょう。行こう。次回サッカーを通じて生まれる愛と友情物語。ハンカチのご用意。